まず原田俊博議員に発言を許します。原田俊博議員、おはようございます。私は3件通告してあります。まず最初に通告では3番目になっておりますが、承認第3号平成28年度会津若松市一般会計歳入歳出決算の認定について、歳入の部第1巻市税、第5項入湯税第1目入湯税について質疑をさせていただきます。私は、この入湯税の問題について質疑をさせていただくのは、私自身が考えている今後の政策的な展開との関係で、入湯税の課税目的と中湯の在り方について、整理をしたいというのが、論点であります。第一番目に入湯税はどのような目的で課されているのか、目的税である入湯税の課税目的について説明お願いします。財務長。お答えいたします。入湯税は地方税法第701条の規定によりまして、公選浴場を有する市町村が環境衛生施設、公選源の保護管理施設、そして消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備、並びに観光施設の整備を含む観光の振興に要する経費に充てるために、公選浴場の入湯に対して付加するものでございます。原田俊博議員。今説明ありましたが、一番の目的は観光振興ということで考えてよろしいんでしょうか。財務長。基本的にこの地方税法の701条の規定にの中で、どれに重点ということはありませんが、本質としましては、やはり入湯税がですね、観光客を中心とした温泉の利用者に課せられる税であるということを鑑みまして、より多く観光振興等にですね、充当されるべきというふうに考えて、大体入湯税の3分の2を充当しているところでございます。原田俊博議員。今、課税目的について説明いただきましたが、課税目的を達成するために、法令では、5つの、仕分けというか、使途がね、指定されていると、今、説明のあった5つの目的そのものだというふうに思いますが、それでは、入湯税をどのように徴収して、どのような考えで充当しているのかについて、確認したいと思います。徴収についてはこれ間接税でありますので、入湯義務者、納税義務者は入湯者と、それで会津若松市は一人当たり150円ということで、特別徴収で市に納入するのは旅館やホテルや民宿など、そういう施設の方々ということでよろしいでしょうか。財務長。徴収の方法は、今お正しのあったように、特別徴収という方法によって、なっております。その納付はですね、市の条例で、指定しました特別徴収義務者であります公選浴場の経営者が入湯者から入湯税を預かりまして、入湯者に代わって市に申告納付する方法でございます。特別徴収義務者は市に対しまして、入湯付きの翌月15日までに入湯税を申告及び納付納入していただくということになってございます。原田俊博議員。はい。それで決算審査でありますので、平成28年度の歳入額入湯税は1億599万5000円になっていると思いますが、これがどのように充当されたかについてお示しください。財務長。
先ほど申し上げました地方税法の5つの区分に従って、環境衛生施設の整備に関しましては入湯税の中で3500万を充当しております。さらに高専源の管理保護管理施設に関しましては市が高専源を持っておりませんのでゼロでございます。消防施設等の整備に関しましては30万円を充当しておりまして、観光施設の整備に関しましては420万を充当しております。そして観光振興、観光施設の整備を除きます観光振興でございますが、それに対しまして6649万5000円を充当しているというような現況でございます。原田俊博議員。はい、わかりました。それで、詳しい資料を事前にいただいて、おりますが、それを見てみると、今、部長からあった通りなんですが、それをより細かく、見てみると、例えば観光振興の中では、第1番目、観光振興で全体で入湯税の振り分けで一番大きいのが、会津祭り協会負担金、これですよね、3740万円、全体の 35.3% を占めています。で、2番目に多いのが、広域市町村圏整備組合衛生費負担金、3330万円、全体の割合で 31.4% がここに振り分けられています。ちなみに3番目は、観光ビューローの補助金で1790万円、これは全体の 16.9% だということであります。今、部長からも答弁ありましたが、高専源の保護管理施設、これにも、振り分けていいという5つの、分野の1つになっているわけですが、これには、ゼロですね。今の説明だと、市が高専源を保有していないためということでありますが、保有していなくても、高専源、の保護管理施設は、例えば東山温泉にも、あるいは芦ノ牧温泉にもあると思いますが、そこに対する補助という形でこれを支出することはできないんでしょうか。財務部長。入湯税の今回の、考え方から申し上げますと、そういった施設からのご要望があってですね、高専源の保護のために一定の支出があって補助してほしいということがありましたときに考えられるかなということでございます。原田俊博議員。改めて確認しますが、高専源を所有している団体、個人で所有されている高専源もありますからね、団体や個人の方から、ぜひ補助してほしいという、そういう申告、申請があれば、それに対応することができるということでよろしいんですね。財務部長。そういったことがありました場合に、検討に値するということでございます。原田俊博議員。わかりました。それでは次にですね、承認第16号平成28年度会津若松市水道事業会計決算の認定についてのうち、水道事業剰余金計算書について、そして、議案第64号平成28年度会津若松市水道事業剰余金の処分について、この2つについては関連しておりますので、一緒に質疑をさせていただきたいと思います。私がなぜこの案件を質疑をするのかというと、第一番目に本年度の水道料金の値上げとの関係で、昨年度の決算と未処分利益剰余金がどうなるのかということを、整理をするということと、2番目に、地方公営企業会計制度の見直しがありました。
未処分利益剰余金の変動については、議決がその見直し以降、必要になったということがありますので、その意味を確認していきたいと。この2つのことで、質疑をさせていただきたいと思います。まず、剰余金計算書の中で、当年度純損益が、約の額で述べますが、約1861万円というふうに表されております。この損失が発生した原因について、要約してでいいですので、説明をお願いします。水道事業管理者。ご指摘の約1861万円、この金額につきましては、当該年度、28年度の収支決算におけるいわゆる赤字分ということになります。平成28年度の損益計算におきましては、真越浄水場からもらっている水の代金、受水費であったり、あるいは企業債の利益、利息といったものが減少し、それから修繕費、委託料というのも抑制してまいりました。その結果、支出は減ってまいったわけでございますけれども、削減をしたわけでございますが、一方で収入、特に水道料金におきましては、家庭用と業務用については、わずかですが増加しましたけれども、工場用の使用水量については減少したと、その結果、その影響によって収入も減になったということですので、その結果、支出が収入を上回って、約1861万円の純損失、赤字が生じたということでございます。原田敏弘議員。はい、よく分かりましたが、今、説明があったように、昨年度について言えば、家庭用と業務用については、これは、伸びているんですよね。ところが、工場用の、水量については、これ、相当、昨年度は下回っておりますよね。一昨年度、平成27年度が、102万立方約、だったのが87万立方と。いうことで、15万7千約で、立法もこれ、割合ですれば相当になるというふうに思うんですが、これ、今までは、減ってはいますが、そんな急激な、減少はありませんでしたが、なぜ昨年度、こういう急激な減少になったんでしょうか、説明をお願いします。水道事業管理者。工場用の使用水量の減の要因といったものはどんなものかというお尋ねでございますけれども、いくつかの要因が重なっておりますので、単純にこれだというふうに申し上げることはできませんが、このところ顕著になっておりますのは、地下水を使用するという方向に、企業さんの方でも切り替えをしているということがあって、水道は水道としてお使いはいただいておりますけれども、地下水の方に切り替わっていったことが、かなりダメージとして、われわれの方に押しかかってきているという、のしかかってきているというようなことかというふうに考えております。原田敏弘議員。本年度からの値上げのときに、私も質疑させていただきましたが、今まで大きな工場がいくつかあって、いくつかって現在もありますが、そこで相当の需要が見込まれるということで、施設整備も行って、しかし、その工場がなくなってしまうというようなことが、工場用の水量の減少、そして水道事業の減収、そして赤字というような構造になってきている。その分が市民に対して結果的にああいう形で値上げとしてなってしまう。そういう側面が大変強いんではないかっていう指摘もそこでさせていただきましたが、昨年度のこの決算によってもですね、当初は水道の需要として、見込まれていた工場用の水がですね、水道水は高いと。やっぱり、コストのためにも、低減のためにも、地下水を
使おうようにしようと、結果的に市の水道の事業収入が減るわけですよね。この影響っていうのは結果的には、まあ前に質疑をさせていただいたように、その分赤字となり、水道企業会計の赤字となりですね、市民の負担にしわ寄せが来るという構図にやはりなってしまう、そういうふうには考えませんか。水道事業管理者、工場用といったときに、想定されますのは、特に半導体企業の影響ということが出てくるわけでございますけれども、ただ最終的な今の現象だけを見れば、その工場用の減少が市民生活、まあ、料金の方に影響しているというふうになりますが、ただ、かつてその半導体を中心とする大工場につきましては、大勢の雇用を生んで、会津若松市の発展と雇用の創出、そして、市民の所得にも大きく寄与してきたという歴史がございます。そういった観点からいたしますと、一概に今の状況だけをもって批判的なことを言うことはできないというふうに私は思っておりますが、ただ実際の現実としてはご指摘のとおり、工場用の水量が減ったことが全体的な収益を減らし、それが結果的には料金改定に行かざるを得なかったということについては承知をしているところでございます。原田敏弘議員。はい、分かりました。で、次に、この、経産省の中で、建設改良積立金、約3億9126万円、これを取り崩して、資本金へ組み入れると、まあ、今回の、議案でも、そのような、未処分、剰余金の処分をすると。いうようなことが提案されております。この処分の仕方の目的というのは何でしょうか。水道事業管理者。それでは建設改良積立金の取り崩したその目的と、まあ、言ったことについてはどうなのかということでお答えをさせていただきたいと思いますが、当該年度、平成28年度の、まあ、資本的、収支におきまして、滝沢浄水場の更新整備事業費、これをはじめとしまして、配管区域の敷設工事、あるいは老朽管更新事業による排水管の敷設外工事などといった建設改良費と、さらには企業債を借り取りますので、それの元金償還金を合わせました全体の支出、これに対しまして、収入として企業債であったり、あるいは国庫補助金などの財源として確保したわけでございますが、それでもなお不足する額の一部について補填をするための財源として、建設改良積立金を取り崩したというのがその目的内容でございます。原田敏弘議員。結局取り崩すしかなかったと、足りなくてというようなことでいいと思うんですが、今回の案件、ですね、約12億4000万円の未処分利益剰余金のうち一部をね、そういう形で資本に組み入れるというのが今回の案件の中身でありますが、ちょっと整理させていただきますが、平成24年度から地方公営企業会計制度が見直しになりました。それで議会の承認事項にこれがなったんですよね。これがなぜ議会の承認事項になったというふうに認識されているでしょうか。挙手は左手でも大丈夫ですよ。はい、水道事業管理者。今回の改定のその背景といったことになろうかと思いますけれども、今までは、剰余金が発生した場合については、それは思い忘さず資本金の方に自動的に入れるんだということが
組入れ資本制度という形で実施をされてきたわけですが、制度の改正によりまして、そうではなくて一旦それは無処分利益剰余金といったところに移管をして、それを今度議決をして、処分をしなさいと。でこれはどういうことかというと、議決を減るということを踏まえて自由裁量権を自治体の水道事業に対して、自由裁量権を付与しようというような背景がそこにあったというふうに理解してございます。原田俊宏議員。はい、ということでありますので、今の、管理者の答弁からしてもですね、まあ、私もそう思いますが、つまり自動的に資本に組み入れるということではなくって、政策的な対応が自治体じゃないですね、その公営企業体としての、政策的な対応、また自治体としてそれにどう関与していくかということの政策的対応が可能になったと、どう使うかはそこで決められるようになったということで理解してよろしいんでしょうか。水道事業管理者。ご指摘のとおりでございます。原田俊宏議員。はい、一つそこは確認をしておきたいと思います。で次に、この未処分利益剰余金の一部の変動額を資本に組み入れると、今回はね、3億9126万円ですか、そうですよね、を資本に組み入れると、いうようなことなんですが、これが今の説明でも組み入れるしかないというようなことではありますが、これが、水道企業経営の安定につながるというような、立場だと思いますが、なぜ、これちょっと単純に考えてもらっていいんですが、なぜ、この3億9000万円を資本に組み入れることが、企業経営の安定につながると考えていますか。水道事業管理者。先ほどお答えした内容と若干かぶることをお許しをいただきながら説明をさせていただきたいと思いますが、企業会計におきまして、資本を増やすということは、貸借対照表というのがございますね、まあ、いわゆるバランスシートにおいて、相対する資産の維持にもつながるというのが基本的な考え方になります。でそれによって事業の安定化を図るということになるわけですが、まあ、ちなみに平成26年度の先ほどお話の出ました制度の見直しの前は、これも申し上げましたとおり、積み立て金を取り崩した額については、自動的に資本金に組み入れた。でそれ以降の制度改正後につきましては、取り崩した額は一旦未処分利益剰余金に計上して、改めて議決を経て、こういう目的で使いますよということで、私どもはご提案をさせていただくということで、今回、上程をしているわけでございますが、議決をいただいた上で、資本金に組み入れるということによって、事業の長期安定化が図れる、要するにバランスシートというのは、資産と資本の関係ということになりますので、そのバランスを取っていくということで、今回、現金が、流動資産が固定資産というふうに変わりましたので、したがってもう一方の方のバランスを取るためには、この取り崩したものを資本という形で財産形成につなげていくということで、バランスを取っていくということで、安定経営につなげていくというのが、この考え方でございます。原田俊宏議員。それでは、その安定経営につなげるための資本への組み入れ額が、今回の未処分利益剰余金全額とか大部分ではなくて、3億9000万円になって、その必要額をこういう形で取り崩したということになるんですが、この金額の判断というのはどういうようにつけられたでしょうか。水道事業管理者。ちょっと先の話を振り返させていただきますが、27年度から毎年こう積み立ててきた、まあ、残してきた繰り越し利益剰余金、それを28年度にもあてがいました。それによって28年度で発生した赤字分も解消しました。そして、足りない分として、
建設改良積立金も入れました、まあ、そうやって12億何かしという金額が、未処分利益剰余金として、発生をするわけです。じゃあその中でいくらを処分するのかという話になるわけですが、根拠のない処分の仕方というのはこれはありえないわけでございますので、我々は、建設改良積立金というのを3億1100万取り崩したという実績がありますので、これを資産形成として同じ額を資本に入れると。でそれに残った部分についての約8億5000万については、これは翌年度にまた繰り越しをしていくという財源に充てると、こういう考え方の整理をしております。原田敏弘議員。時間もないんでまとめますが、結局、3億9126万円これを資本に組み入れて残った、未処分利益剰余金というのが今、答弁にもありましたが約8億5000万円ですよね。で本年度の、これは議題外になりますから、あれなんですが、平成29年度の水道企業会計の予算でいくと、本年度値上げはするが、赤字になるというような予算 ですよね。だからこの8億5000万円、約8億5000万円の未処分利益剰余金、これ残ってはいますが、本年度を経過する中で8億5000万円の繰り越しで、間に合うのかどうかというようなことはどうでしょうか、見通しとして。はい、水道事業管理者。あくまで予定ということですので、明確なお答えはこの場ではできないわけでございますが、2つに分けてちょっと簡単にお話をさせていただくならば、現在、更新整備をしております滝沢浄水場につきましては、その竣工することによって、実は、固定資産から除却する費用というのが出てまいります。まあ、固定資産除却費というものを計上することになりますので、平成29年度における予定する損益勘定ということからすると、赤字が発生するだろうと、29年度もという見通しに立っております。まあ、それについては約、今のところは3億円程度かというふうに思っておりますが、これから半年の間、どのような状態になるか分かりません。したがって、今回8億5000万という前々から繰り越してきた剰余金はありますが、これを29年度に繰り越すことによって、その赤字を埋めると、しかしその赤字の額というのは、29年度の年度末にならないと分からない、したがって、今のところは、根拠はそれ以上求めることはできませんので、8億5000万を29年度に繰り越して、赤字に対応するという考え方に立っているところでございます。